おはようございます。片親エンジンです。またね、炭焼きをしようと思って今山の木を伐採しているんですが、斧がもうね壊れていたんで斧の修理をします。これね、おじいちゃん家からもらってきたあの斧なんですけど、もう錆びてボロボロだった。一回ね綺麗に磨いたんだけど、また錆びてしまってたんで、もう一回磨き直します。 A はこれ、鶴橋のあのこれを利用します。ここの口が太いんで、あの鶴橋のね A はここがこう太くなっているんで、これを利用するとちょうどいいです。ビカビカに仕上げてもええんじゃけど、山で使うものなんでこんなもんでいいでしょ。もう黒く塗るしね。だいぶ削れてきました、こんな感じかな、こんなもんで叩こうもかな。隙間があるんで、隙間にくさびを打ち込んでいきます。くさびもないんで、3ミリアーツの帯鉄でいきます。
分厚い、完成です。塗装どうするかやね。あ、本当はね、赤い色ぐらい塗りたいんだけど、赤いスプレーがないんで、このままビカビカにしても山で使うと錆びてしまうんで、どうしようかな。はい、とりあえず斧自体完成しました。このままね、ビカビカに磨き上げてもええんじゃけど、まあ、山で使うと錆びてしまうんで、塗装します。本当はね、赤い色とかにしたいんだけど、赤いプレー感がないんで、錆止めのプラスアフ、これで仕上げます。はい、塗装もできて完成です。切れ味の方はまた山で使ってみます。さあ、今日早速使ってみます。ああ、ええんじゃないね。はい、斧の再生、斧のレストアですかね。とりあえずこれ完成しました。十分使えます。成功です。ご視聴ありがとうございました。また、チャンネル登録もしていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。